平野翔27、神宮寺う太26、岸優太28、の3人グループナンバーアンダーバーアイが、17、18日、千葉と大阪で行われた音楽フェス、サマーソニック2024に出演した。写真、元金プリ岩橋元気を直撃。進化するプリンス、の今、初写真集発売で記念会見4月の、こうちラ 今月11日のロックインジャパンに続く夏フェス参加。彼らの出演が決定するとチケットは即完売。17日の千葉、ZOZO ゾゾマリンスタジアムではトップバッターで出演するとアリーナはファンで埋め尽くし、動員数は同日出演した星野源、43、や大鳥のマネスキン、マネスキンを超え、人気の高さを示した。また、演奏が終了するとファンが一斉にアリーナを出、 そのまま会場を去ったファンも多かった。セットリストは9月23日に発売するアルバムから、インツム、稲妻を先行披露したものの、デビュー曲、ボートを2回披露。いくらメジャー曲が好まれるとはいえ、40分、全9曲中で同じ曲を2回演奏することは珍しい。音楽評論家の富沢一生氏がこう言う。人気、はあるが既存ファンが集まっただけ。実力、 が伴っていないし、準備不足感が否めません。他のアーティストに比べ、ナンバーアンダーバーアイになってからの場数が圧倒的に少ないからではないか。来月アルバムを発売するにしても、現時点では持ち歌も足りない。プロモーションとしては、フェスに出た、ことで実力があるグループだと認識させる、戦略だと思いますが、その場にいた一般客を取り込み、 ファン層を拡大させるまでには至っていない、キンプリ時代に培った人気もこのままでは賞味期限が近づいている。解散後は世界に羽ばたく、はずだった平野翔、神宮寺雄太、岸優太の3人だが、思いのほか難儀しているようだ。黒丸関連記事、もっと読む、東部人材なんとナンバーアンダーバー I 全米成功に疑問符、なぜジャニー喜多川氏の性加外が足かせなのかでは、 3人に立ちはだかる障害について伝えている。